はい、皆さんこんばんは。スカイゲーミングの山です。前回引き続きアストラルチェーンファイル2お送りしたいと思いますので、お願いいたします。アキラからお前がゲートに引き込まれたって聞いた時は驚いたぜ。だが間に合ってよかった。あんまり心配させんなよ。とっくにやられてると思ったけど、意外としぶといんだな。あれ？それさっきまで一番心配していた人の言うセリフじゃないよね。そんなことありません。それより、まさかゲートの奥にこんな世界が存在していたとは。なんかとんでもないところに来ちまった感じがするな。よかった、やっと繋がった。全員無事のようね。突然いなくなるから心配してたのよ。でももう大丈夫。そちら側からチャンネルを修正してくれたおかげで、マルチスキャナのデータも確認できるようになったわ。映像もノイズが多いけど、なんとか視認できるレベルね。これがキメラたちの世界。大変、近くに生体反応があるわ。 ID まではわからないけど、連れ去られた人たちかもしれない。アイリスで確認してすぐに向かってちょうだい。聞いたな、お前たち、行くぞ。なんだかさっきまでより体が重く感じる。正直この空間では何が起こるか想像もつきません。人類にとって未踏の世界ですからね。この感じじゃ市民も長くは持たないかもしれんな。立ち止まるわけにはいかねえ。急ぐぞ。生体反応の元に向かう。助けに行く感じですかね。聞いて、その症状、汚染が原因かもしれないわ。個人差はあるみたいだけど、ゲートに侵入してからみんなの汚染度が上昇を続けているの。レギオンとつながっているおかげか、危険域には達していないようだけど、でもこのままだと最悪の場合、レギオンとの共鳴率が低下する可能性も否定できない。ターゲットを発見したら速やかに帰還して。帰還用のゲートはこちらで検知し次第連絡するわ。頼む。よし、お前らこんなところ早いことおさらばしようじゃねえか。マックスさんの声優ってヒーローアカデミアのオールマイトさんですよね。多分ね、いい声してますよね。あそこ倒れている人がいるぞ。二人とも目立つ外傷はなし。オリブ、スキャンデータを送る。データ汚染の進行度を確認してくれ。待ってね。汚染度は 5.18、4.86。二人ともまだ基準値以下よ。今連れて帰れば助けられるわ。よし、すぐに移動だ。オリブ、ゲートはどうだ。その辺りに次元の歪みは検知できないわ。さっき戦った場所まで戻るしかないみたい。あいつら、あんなところか。まずいわね。
そろそろ時間切れかしら。アキラ、お前はここでみんなを守れ。あれは俺たちで何とかするしかない。行くぞ。了解。お父さん、やられちゃいましたね。あ、致命的なエラーが発生しました。強制解除コマンドを実行するんだ。急げ。ダメです、司令。コマンドを全く受け付けません。なんだと？ソードレギオンメネシス。諸君、これは想定外の状況だ。おそらくそちらの世界の影響を受けたレギオンコアに何らかの異変が起こったとしか言えない。このままじゃ全滅するわ。みんなを救う方法はないんですか、司令？何でもいいんです、早く。全員レガトスをモードシーに切り替える。レギオンを再拘束する。出し惜しみしるって。拘束するにはレギオンを弱らせなければならない。しかし今の君たちにそれができるとは思えんのだよ。だがやるしかねえだろう。できるかどうかを決めるのは俺たちだ。弱らして捕獲しろってことですかね。暴走レギオンを再拘束する。了解です。
の時と同じだ。どうなってるの？電気を使うシンクロ率計測不能。これが真のレイオニス。いいぞ、実に素晴らしい。何が何だかわからねえが、あいつが食い止めてくれている今しかない。まずは市民の安全確保を優先する。ジン、アリシア、お前らは先に市民を連れて走れ。了解。アキラ、俺たちはジンとアリシアをサポートしつつ退路を確保するぞ。ついてこい。はい。いきなりクライマックス的な、いいですね。これじゃあ倒したらいただける感じなんですかね。新しい技使えるようになってますね。ジャンプ、はい、レギオンを移動しといてジャンプ。あ、大丈夫みたいですね。でもライフかなり持ってかれましたね。落ち着いて。アストラル界からの脱出、クリアですね。
が食い止める。いいか、よく聞け。人類を救うためにはレギオンの力が絶対に必要だ。だがそれもお前の一体だけになっちまった。今ここで全てを失うわけにはいかない。隊長、それなら俺も残ります。メネシスを倒して取り返していく感じですかね。先が気になる感じですね。テンポが良くてでもいいですよね、見てる方も。あとあまり喋らなくて済むんで助かってます。今レッドブルーここで確認ですね。まあ取り残し後でやりたくなりますねこれね。では今日はこの辺でまた次回お送りしたいと思いますので、
よろしくお願いします。スカイゲーミングの M とスカイがお送りしました。バイバイ。